はい。さくら。みっともないところ見られちゃいましたね。アナスタシアさんに教えてもらえればもっと上手になれるって思ったんです。だけどダメでした。伝説の花組たちか。さっきそのポスターを見ていたよな。昔の花組はすごい人たちがいっぱいいたんです。伝説の公演、伝説のスター。私なんかじゃ全然かなわない。どれだけ夢を見ても追いつけない夢。そんなにアナスタシアの弟子になりたかったのかい？そういえばさくらは以前に新宮寺さくらさんに助けられたって言ってたよな。はい、私の憧れです。強くて綺麗で優しくて。私も新宮寺さくらさんみたいになりたかった。君は新宮寺さんじゃない。新宮寺さんにはなれない。分かってます、そんなこと。だから嫌なんです。新宮寺さくらさんみたいになりたい。花組に入れてその夢が叶うって思ったのに。その夢を諦めるのかい？さくらには強い思いがあるんだろ？私は、俺はそんな思いに気づかされたんだ。絶対に諦めてはいけないって。そのさくらが大切な夢を諦めてしまうのかい？私は諦めたくないです。でも神山さん、諦めたくない、その気持ちがあれば前へ進めるんじゃないか？でも気持ちだけじゃ前へ進む道が見えないんです。どうすれば夢を叶えられるのか全然わからなくて。アナスタシアさんからそれを学べると思ったんですけど。
山さん、どこを見ているんですか？いや、そのブローチ素敵だなと思ってさ。あ、これですか？銀六百貨店で見つけたんです。家を出て花組に入って、これからここで頑張る自分にって。とても似合ってるよ。華やかで桜にぴったりだ。ありがとうございます。桜の瞳はどことなく新宮寺さんを思わせるな。色は違うけど、宿す光の強さが同じっていうか。ありがとうございます。そんな風に言われたのは初めてですけど、とっても嬉しいです。この刀は桜のかい？はい、お母さんの形見、雨宮国貞です。形見？そうか、そういえばお母さん亡くなったんだったな。ええ、もう10年になります。桜の髪、サラサラとしていてとても綺麗だな。え、ありがとうございます。髪を上げれば新宮寺さんみたいな髪型にもできるんじゃないか？いいえ、私にはまだそんな自信がありません。いつか追いついたって思えたら試してみようと思います。神山さん、何を見ているんですか？え？あ、いや、別に。もう、神山さんのエッチ！え？何を？さっきから何度も見てますよね。何を考えているかバレバレですからね。反省してください、神山さん。あ、このリボンですか？新宮寺さんみたいに大きなリボンをつけてみたかったんです。いやー、新宮寺さんにそっくりだよ。本当に本当。やった！これだけで新宮寺さんになれるわけじゃないですけど、でも形から入るのも大切です。聞けば聞くほど新宮寺さんへの強い思いが伝わってくるよ。それだけ強い思いを持っていれば必ず夢を叶えられる。新宮寺さんみたいになりたい。その夢をまっすぐに追いかけていけばいい。神山さん、優しいですね。不思議です。さっきまで不安でいっぱいだったのに、神山さんに勇気づけられて心があったかくなって、私やっぱり。神山さん、もしかして熱でも？大丈夫。何でもないよ。うん、
さくら？ダメです。こういうことは恋人同士じゃないと。何やってんだろう私。さくら、俺は君を信じてる。どんなことがあっても負けたりしないって。ありがとうございます。神山さんは本当に優しいです。手を握ってもらうとドキドキしますね。まるで恋人同士みたいです。恋人同士さ。いや、恋人になっちゃおうか、さくら。神山さん。もう冗談ばっかり。そんなの、まだ早いです。はあ、びっくりした。顔が熱くなっちゃったよ。あまり見つめないでください。そのドキドキして。さくら、君の瞳は輝いている。何があったってその輝きが失われることはない。それがさくらの強さだよ。神山さん。さくら、君はもう大丈夫なはずだ。はい、なんだか元気が湧いてきました。神山さんに勇気づけられて、私まだまだ頑張れます。ああ、応援している。君はもっともっと素敵になれる。そう。神宮寺さんのように。はい、ありがとうございます。私諦めないでやってみます。アナスタシアさんには断られちゃったけど、でも絶対にへこたれません。神山さん、元気をくれてありがとうございました。神山さん。どうしたんだいクラリス、そんな真剣な顔で。私、マルガレーテさんを驚かせるような脚本を書いてみたいです。でもそのためには今の私の力だけでは足りなくて。神山さん、お願いです。私に協力してもらえませんか。なるほど、わかったよ。何からやろうか。ありがとうございます。じゃあまずは脚本のジャンルを決めましょう。私はそうですね、優しい物語が好きです。
苦手なジャンルですか？戦いの物語とかミステリーはあまり読まないかも。こんな感じの話はどうだろうか。恋愛ですか？いいですね。私も書いてみたいです。こんな感じの話はどうだろうか。スポーツですか？熱い友情の物語、うん、楽しそうです。こんな感じの話はどうだろうか。というか、こんな本も読んだね。それは中身を見ずに買ったので。もうエッチなのはダメです。地獄に落ちてください。いろいろ提案はしてみたけど、どうかな。クラリスが書きたいものが一番いいと思うけど。じゃあ恋愛ものにしてみます。この前のデートのことも参考にできますし。確かに、デートしてくださいって始まりはあまりなくて面白いかもしれないな。ああ、忘れてください、忘れてください。あの時は夢中だったから。素敵な思い出だからね。俺は忘れないよ。じゃあ次はヒロインを決めましょうか。神山さんはどんな女性が好みですか？胸は大きい方がいいんじゃないかな。そんなことは聞いてません。何を考えてるんですか？緑色の瞳が俺は大好きなんだ。なるほど。美しくきらめく金髪、ヒロインといえばこれで決まりだな。ふむふむ。ということは神山さんの好みのヒロインは金髪、緑の目って、私みたいな。確かにクラリスは俺の好みにかなり近いと思うよ。それじゃあ恋愛ものの重要シーン、告白シーンを考えましょう。それについては少し案があるんだ。手紙で思いを伝えるというのはどうかな。手紙の内容によっては奥ゆかしくていいシーンになると思うんだけど。手紙ですか？なるほど。ちょっと待ってください。おい、クラリス。おーい。相変わらず集中すると周りが見えなくなるんだな。
来た。お待たせしました。いい告白シーンができそうです。そうか、それはよかった。告白の後はデートでしょうか。デートでどんなことをするのか難しいですね。何かプレゼントをするとかどうだろう。自分が送った髪飾りとかつけてくれると嬉しいかな。この前のデートではそれはなかったですね。神山さんがくれた髪飾りなら喜んでつけますけど。喜んでつけてくれるの？プレゼントですから誰にもらっても嬉しいだけです。神龍軒に行ったように二人で食事に行くなんてどうかな。そうですね。もう少し雰囲気がいい場所を選んだ方がいいかもしれませんけど。神龍軒でのデートはちょっと失敗だったかな。いえ、そんなことはないです。そうなんだろう。そうか、場所は関係ないんだ。誰と一緒にいるか、それが大事なんだ。私、恋愛というものが少しだけ分かったような気がします。いろいろな場所を回っていよいよクライマックスですね。みんなを驚かせるようなシーン、強い愛情を表現するにはどんなシーンが。そうだな、押し倒すとか。それはやりすぎか。こうですか。クラリス、この後はどんな言葉をささやけばいいんですか。今は私だけを見て。こうですか。恥ずかしいです。あまり見つめないで。恥ずかしいです。こういう時は髪を見つめるものなんでしょうか。押し倒すって初めてで、これで合ってますか。次はどんな言葉を。まあ普通は男が押し倒すんだけどね。忘れてください、いっそ死んでください。でも今の流れ
いい脚本になるんじゃないかな。ドキドキして何も覚えてません。もう早く出て行ってください。うわぁ、わかったよ。それじゃあ。ああ。よう、隊長さん。どうしたんだよ、初歩。何かあったのか？あ、いや、何でもねえよ。その、呼び出して悪かったな。なあ、初歩、何かあったのか？別に、何もねえよ。悩みがあるなら、俺に言ってくれていいんだぞ。何も、なんて言えばいいか、わかんねえよ。もしかして初歩、例の実家に帰るって話が本当になったんじゃないだろうな。もしそうだったらどうするってんだよ。絶対に返さない。初歩は花組に必要な存在だ。そうかい、ありがとうよ。素直に嬉しいぜ。でも安心しな、実家に帰るなんて話はねえからさ。よかった、安心したよ。どうもよくわからないな、初歩。一体どうしたんだ？何を悩んでる？なんかさ、参っちまったんだよ。私は何もできないなってさ。私たちは上海歌劇団に勝った。ほんとすげえことだと思う。でもさ、私なんかいなくても花組は輝けるんじゃないのかな。私には何にもない、何にもないんだ。かんざしが気になるのか？ちょっと変わってるからな。これはうちで売ってる宝具のかんざしでさ、立派なご利益があるんだぜ。へえ、どんな？髪をまとめるように人と人の縁をまとめてつないでくれるのさ。もしかしたら俺と初歩の縁もそのかんざしが結んでくれたのかもしれないな。まあ、それはそうかもしれねえな。そんなに塞ぎ込んで、いつもの表情豊かで楽しい初歩はどこに行ったんだよ。
私だっていつも楽しいばかりじゃねえよ。おい、どこ見てんだよ。え？いや、たく、スケベな隊長さんだぜ。表情豊かといえば、アツホは話す言葉もいろいろと表現豊かだよな。口が悪いのは生まれつきさ。悪いけど、諦めてくれ。また見てやがる。ごめん。仕方ねえな。今だけ、ちょっとだけ特別だ。の、おい。あ、何するつもりだよ。たっくん、油断も隙もねえな。口が悪いといえば悪いけど、不思議と嫌な気持ちにならないんだ、アツホの場合。そうか？それならいいけどさ。それもアツホが正直だからだよ。みんな分かってる。うん。これか？うちの神社じゃ綱たすきって言うんだけど、変かな。いや、そんなことないよ。アツホの切符の良さをよく表していると思う。切符がいいか。切符がいいって言われてもな、そんなの何の役にも立ちゃしないぜ。アツホのその人柄が周りを明るくしてくれるんだよ。十分みんなの役に立ててるじゃないか。そうかな。見るなよ。桜みてえな綺麗な手じゃないんだ。その大道具をいじったりしてると時々引っ掛けたりして、どうしてもさ。細かい傷は確かにある。だが美しい傷じゃないか。舞台のために力仕事もいたわない。そんな初歩をみんな頼りにしてるんだよ。見るなって。恥ずかしいことばかり言いやがって。確かにその通りだが、拳さえも初穂の心を表してるんだと感心してね。バカかよお前は。自分には何もないって言うけど、初穂には他のみんなにはない力があるよ。他のみんなにはない力？そんなもんあるわけねえだろ。元気づけようとしてくれるのは嬉しいけどよ。そんな適当なこと言われたって。適当なんかじゃない。いいか、初歩、君が持っている力、それは。みんなを笑顔にする力だ。初歩だけの素晴らしい力だよ。そんなの戦いに必要ない力だろ。ああ、そうかもしれない。だけど、
笑顔なくして人は生きられないんだ。みんな、アツホに元気をもらってる。アツホは、花組の太陽なんだ。ありがとよ、隊長さん。あんたの言葉で、何か救われた気がする。あのさ、もっと近くに行ってもいいかな。ああ、もちろんだ。何も遠慮することなんてない。隊長さん、教えてくれ。あんたの目には私はどう見える？そして間近で改めて見るとさ、ハツコって意外に美人なんじゃないか？意外ってなんだよ。これでも小さい頃から東雲神社の女神様って言われてたんだぜ。なんだよ、そんなに見つめられたら参っちまうよ。綺麗な髪だ。ハツコの髪、俺は好きだ。ありがとうな。なあ、ハツコ、ちょっとだけ髪を撫でてもいいか？ああ、いいぜ。私も撫でてほしい。なんか嬉しいな。安心するのにドキドキするぜ。熱はねえよ。でもほっぺたがさ、熱くて変なんだ。なあ隊長さん、あんたの手で触れてくれないか？ああ、ひんやりして気持ちいいぜ。それに、なんだか嬉しいな。また。ハツホの笑い声が聞きたいな。いつもの私に戻ったらな。けど今はもうちょっとだけいいだろう。なんだか胸のあたりが温かいや。気持ちになったの初めてだけど、隊長さんよ、あんたはすげえやつだ。あんたの言葉は私に力をくれる。私が何なのか答えてくれる。だから教えてくれ。私は何なんだ？ハツホ、俺には君が。女の子に見える。どこにでもいる。でもここにしかいない特別な女の子、それがハツホなんだよ。やっぱすげえな。なんだかグッときちまったぜ。ありがとよ隊長さん。私は今
すっげえ嬉しい。さて、魔法の時間はそろそろ終わりだ。今からはいつも通りの初穂ちゃんだぜ。確かにいつも通りの初穂だ。なんか安心したよ。ま、ちょっとばかし心配かけちまったかな。けど、もう大丈夫だぜ。そうか。それじゃあ、俺はそろそろ行くよ。ああ、で、ちょっと待ちなよ、隊長さん。ん？そういや、私の胸にずいぶんご執心だったよな。え？やっぱりバレてた？今は気分がいいから、こんぐらいで許してやるよ。